15分足用のバイナリーオプションの新しいインジケーターですね。このタイムは50分なんですね。で、これ50分か。ね、50分なんですね。そのあと1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、10秒、20、30秒ね。これはこっちね。これがここでしょ。ここと、ここの違いで、ここと、ここって注意しないといけないですね。これ、どうしないとダメだな。シフトでしょ？本当の違いなんだな。これどうするかね。9だからね。ね、わかるね。実行はこっちか。いや、この2つはこっち。これだけはこっちね。消費する。勝ってますでしょ。これは負けたわけですね。これ勝ち、勝ち。一本足と違ってね、15本足のバイナリーオプションの場合はね、余裕はあるんですが、当てることないんですよね。これちゃんと5分間隔になってしまう、全部ね。ね、これ10分で40分後に、ね、このバーツ負けた時もちゃんと、ね、できないな、ね、11.00 表示形態を変えましょう。こうでしょ。ね、丸ですね。この次の出て勝ち、これも出て勝ち、これは負け負けですね。これが絶対だ。これも勝ったんですね。ということですね。
そのとこどうすかね。あのサイクルはねもうちょっと短くするかね。